はいどうも、のべりおたギャラリーでございます。今日も早速やっていきたいと思います。ということでですね、今回やっていくのなんですけども、初めてやるアートに挑戦したいと思います。今回その名はハイドロディップ。ありがとう。皆さんね、ハイドロディップってご存知でしょうか。アートであり、まあ一つの技法って言ったらいいんですかね。大きいですね、入れ物に水を入れて、カラースプレーを水にぶっかけます。ピシューってぶっかけた後にですね、まあ本来だったら靴などをね、動画で開けてる方が多いんですけども、まあ靴はね、エアフォースワンが手に入ったらやろうかなと思ってるんですけど、もしかしたらサンダルとか違うものでね、代用してやりたいなっていう気持ちもあるんですけども、今回はその投影するものが違うんですけども、それで投影させて、こう水にくぐらせるんですよ。水にくぐらせて、こうやって出した時にはもうそのカラースプレーの色がそのものに投影されてるっていうのが今回のハイドロディップという技法でございます。そこでね、今回ね、何をまず投影するか、何に色をつけていくかなんですけども、その今回色をつけていくのはですね、こちらでございます。僕がね、愛用していた PS4 のコントローラーですね。 PS4 に関しましては、僕 PS4 の本体と、そして PS4 のコントローラー一つをですね、自分のポスカでね、アートさせていただいてるんですけども、1ヶ月2ヶ月前ぐらいですかね、 YouTube を始めた頃に上げた動画なんですけども、たくさんの方に見られてるので、めちゃめちゃ嬉しいです。本当にね、ぜひよかったらね、まだ見てない方ぜひ見てください。そして今回この PSO ですね、僕コントローラー3つ持ってまして、まあ、1つはね、ずっと友達の家にね、もう置きっぱなんですけど、もう1つ家にあるのがですね、この赤なんですよ。多分この赤がね、一番買って新しいのかなと思うんですけども、こちらをですね、今回ね、ネジ、後ろにあるネジをドライバーで外しまして、この上の部分ですね、上の部分を今回ハイドロディップしていければなと思っております。まずはここをですね、まあ、取っていくっていう作業があるので、それを取ってからハイドロディップしていきたいと思います。そしてハイドロディップに必要なものなんですけども、そちらをね、今から紹介していきたいと思います。こちらでございます。全然見えなくなっちゃった。こちらでございます。でかいね、クリアボックスがまず必要なんですけども、このような、今回使うものはですね、 ST45 っていうクリアボックスでございます。概要欄にね、 Amazon の URL 貼っておきますので、よかったらそちらから飛んでみてください。今回何色にしようかなって思った時に、初めてということで2色だけでやってみようかなと思っております。その中でね、2色じゃあ何の色を使うかっていうと、こちらでございます。ラストオレウムのブラックと、ラストオレウム同じの黄色ですね。こちらの2色、黒と黄色でね、 PS4 のコントローラーの上の部分をハイドロディップしていければなと思っております。そしてこのスプレーを PS4 のコントローラーにめちゃめちゃ綺麗に投影させてくれるアイテムが必要でして、それがこちら、密着ロンマルチってことで、こちらをですね、まずこのスプレー投影する前に、本体に直接密着ロンをしてから、この水にスプレーを流し込んだところをくぐらせるっていうことを今回やっていきたいと思います。そしてもう一つね、これが必要かわからないんですけど、これね、スニーカーではめちゃめちゃ重要なんですよ。スニーカーで同じような手順でやっていくじゃないですか。で、投影し終わって乾いたら、アンジェラスのアクリルフィニッシャーっていうものをですね、塗っていくんですよ。塗っていくことによって色落ちを防いだりしてくれるらしいんですよね。これがね、正直 PSO のコントローラーにこれを塗る必要があるのかって言ったらちょっと微妙です。でも今回はちょっとずつですけど、自分の感覚で一部分だけ塗ってみて、大丈夫そうだったら全部に塗ろうかなと思ってます。なので今回のアンジェラスのアクリルフィニッシャーはちょっと使うかわからないけど、一応紹介しておきます。それとカラースプレー使うときにですね、これ結構有毒らしいんですよ。なので口を覆うものが必要でして、それがですね、こちらのですね、 Amazon で、これ全部ね、実は Amazon で揃えられます。こちらのガスマスク、有毒のね、粉塵マスクっていうんですかね、こちらをですね、今回はつけてですね、やっていこうかなと思うので、皆さんね、こちらだけで今回はできると思ってます。正直これでできなかったらまあ悲しいんですけども、またね、その次のハイドロディップするときにはまたね、物を揃えてですね、新たな挑戦できればなと思っております。ではまずは PSO のコントローラーから取り外していきたいと思います。皆さん最後の最後までね、本当にあの、真似するときはガスマスク絶対してください。そして換気のいいところでしてください。僕はね、あの、今回ベランダの方でやろうと思うので、皆さんね、気をつけ、部屋の中でもね、くれぐれもやらない方がいい。でかいね、あの、学校とかである美術室とかだったら多分いいと思うんですよ。大きいし広いしで、換気ちゃんとできるから。でも本当にね、普通住んでるところでやると、後々臭いの耐えられないと思う。スプレーってめちゃめちゃ臭い。これね、実はクリアボックスの中に全部入れてたんですよ。今日初めて使うんですけど、もうね、
この中がねスプレー臭かったんだね、こいつらの。あ、これ絶対ガスマスクしないといけないのと、家の中で絶対しない方がいいなっていうのを正直思いました。やる前から思ったので、皆さん極力ねやらないでください。家の中では本当にやらない方がいいと思う、自分のためにもね。では早速ですが、ハイドロディップ皆さんしていきたいと思うので、皆さんね最後の最後までお楽しみください。皆さんと一緒に最高なアートの世界へレッツハイドロディップ。皆さん最後までお楽しみください。ではまた後で。このような形で PSO をね分解してですね、こちらの方にですね今回ハイドロディップしていきたいと思うんですけども、先ほど準備するものを紹介したと思うんですけど、一つ忘れてました。今回もねこのゴム手袋を使ってちゃんとね手も汚れないようにねしてください。皆さんね手もね危険だと思うので、ゴム手袋も必ず準備してですねやっていただけると嬉しいです。では間もなくハイドロディップスタートします。皆さん最後の最後までお楽しみください。ではレッツハイドロディップパート2、最後までお楽しみに。ではということでね、このような形でハイドロディップ PS4 コントローラーやってみました。ハイドロディップ初めてにしてはうまくね投影できたかなと思っております。でもね、ところどころ剥がれてる場所とかあって、一応ね1回目ちょっとこの辺が赤い部分が残ってて、その本体の色がね、なのでもう一度やってみようと思って、スプレーぶっかけてもう一度くぐらして、このような形になったんですけども、僕が思った今度活かせるポイントの一つは、もうちょっと水をくぐらせるときにゆっくりしていかないと、スプレーがねうまくねこちらに映り込まないっていうか、くっつかないような気がしました。密着論つけててもこんな感じになったので、気をつけないとなと思いました。一応そのアクリルフィニッシャーっていう最後ね色落ちを防ぐための塗るやつあるんですけども、そちらもね一応これ今回塗っております。塗ってこんな感じになりました。結構ね、まあ確かに取れる感じはしない気はする。でもね、これはね、また飾っておければなと思います。やっぱね、僕思いました。ハイドロディップね、動画見てる感じだと、いや、いけるだろうと正直思ってたのよ。簡単だろうと思ってたら、予想の何十倍、何千倍ってね、難しいです。びっくりするぐらい難しい。やってみるとね、わかるけど、ハイドロディップはマジムズでした。びっくりしました。でもね、今回このような形でできましたので、またね、違うハイドロディップ、また挑戦したいなっていう気持ちが湧きましたね。なので、
まあ、今度は靴とかにできたらいいなとは思ってるんですけども、今回ね初めて PS4 のコントローラーを解体して色がついてる部分だけハイドロディップしたんですけども、 PS4 の中身ってあんな感じになってるんだねって正直思いました。それもね知れてよかったなっていうのがちょっとねあります。ワクワク感がね僕の少年心をね揺さぶりましたね。で今回このような形でかっこよくはなったかなと思います。赤なんで赤に黄色黒はねまあ何しても合うかなっていうのが正直あるんですけども、でね、まあ、ガスマスクをちゃんとしてベランダでやったんですよ。でやったのはいいんですよ。で終わって暑いって言ってガスマスク取ったらねやばいね、あのスプレーの匂いって想像以上の何十倍もすごい。マジでガスマスクしなかったら本当に気分悪くなると思うぐらい匂いがすごい。マスク取った後とかうわっと思いましたもん。うわくさっと思って、これガスマスクってめちゃめちゃ偉大なんだなと正直びっくりするぐらい思いました。なので皆さんガスマスクは絶対してください。そしてゴム手袋もねやってください。もしねこういうものにハイドロディップしてほしいとか、ハイドロディップ経験者とか、あのハイドロディップに詳しい方はぜひねこういうのをやった方がいいですよとか、前準備でこういうの必要かなと思いますとかいうのがありましたらぜひコメント欄に書いていただけると嬉しいです。そのアドバイスをですね次の動画とかに活かせるようにね僕もこれから頑張りたいと思うので、ぜひ一緒にねアートの世界を広げていきましょう。ということで今日はこの辺で終わりたいと思いますけど、皆さんとまたお会いできることを楽しみにしております。ぜひねハイドロディップやるときは材料とか集めるの結構ねお値段高くなっちゃうけど、初期投資じゃないけどスプレーってそんなすぐになくなるもんじゃないので、またね何個も何個も何個もハイドロディップできると思うので、ぜひハイドロディップも楽しんでみてはいかがでしょうか。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。まあ1回目にしてはね上出来かなと思っております。まあ次2回目やるときどうなるか分かりませんけども、また違うものをハイドロディップできたらなと思います。ということで今日はこの辺で終わりたいと思いますけど、皆さんまたお会いしましょう。最高なハイドロディップの世界へ、そしてひまわりくんの世界観、そしていろんなアートでまたお会いしましょう。バイバイ、ありがとうございました。 Thank you 皆さん。 Thank you ハイドロディップ、 Thank you PS4、 僕に新しいハイドロディップを教えてくれてありがとう。またお会いしましょう。 Thank you バイバイ。